1960年、三島由紀夫はある舞台を演出した。オスカー・ワイルド原作、サロメ。サロメに恋をし、最後は自殺する若き兵士役に、三島はある新人俳優を大抜擢。自分と似ていると評判の男だった。もっと血を出せ。胸を剣で突き刺す演出は、まるで未来の自分の姿を暗示するかのようであった。舞台から10年後、三島は壮絶な割腹自殺を図り、この世を去る。三島由紀夫の死から44年、フランス、パリ。三島に似ていると言われた男は、パリで暮らしていた。よしおいだ、80歳。掛け軸になったんですけどね。三島の死の4ヶ月前に書かれた手紙。そこには、おいだに託した言葉が綴られていた。これが遺言書であったとか、僕は本当に鈍くてそう思わなかったんで。手紙をもらってからの44年、おいだは日本を離れ、世界中で俳優として経験を積み、生きることを模索し続けてきた。年を取りますと昔のことがたびたび思い出されます。その功績が認められ、今までにフランス政府から3つの文化勲章を受賞。2013年には北野武や坂東玉三郎も受賞した。最高文化勲章コマンドゥールを受賞した。Je dirais que j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé Yoshi dans ces moments dans ces moments intermédiaires entre deux cultures。自身の俳優人生を綴った著書、俳優漂流をはじめ、おいだの本は世界各国17の言語に翻訳され、若手俳優の必読書となっている。いい俳優の演技を見てると、あ、心もなんかお風呂に入ったみたいに洗われたっていう、そんな感じがする。そういうお客さんの心を洗うことができるような俳優になればいいと思うけども、それとは変なことで、どうやっていいかよくまだ未だに分からないですけども。80歳の今もなおとどまることを知らず、常に新鮮な表現を求める俳優、よしおいだ。三島に似ていると言われた男の長い漂流人生を見つめる。パリ市内のアパルトマンに暮らすおいだは、一人暮らし、独身。日本に残してきた両親や兄弟はすでに他界している。スマートフォンやタブレットを使いこなし、仕事のスケジュールを管理、日常の細かなことをほとんど一人でこなす。毎朝の日課、日本茶を味わい、ろうそくの炎を見つめ、線香の匂いを嗅ぎ、鐘の音に耳を澄ます。こうすることで五感を研ぎ澄ますのだという。五感を目覚めさせて第六感を感じればいいなと思って、まあ毎朝それをやってるんです。自宅で過ごすのは1年のうち半分程度。
80歳になっても世界中を飛び回る生活は続けている。漂流し続ける力の源は一体どこにあるのか。俳優表裏なんて言葉出てきたけども、結局思考も漂流しないと固まるし、肉体的にも漂流しないとそこだけにとどまった感じになる。もちろんそれで幸せで死んでいったらそれはそれでいいんで、別にそんな無理することないんだけども、でもやっぱり動いた動いただけの、何収穫ってのはある。パリの本屋には大枝の書いた本が平積みで並ぶ。そこには漂流の中で得た経験が綴られている。演劇のワークショップ、年に数回小井田は若手俳優に無償で今まで培ってきたものを教えている。小井田の本を読んでフランス国内はもちろんのこと、さまざまな国から若手俳優が集まる。この日は小井田が基本としているメソッドが伝授された。コマンセー、目を閉じ大勢で一緒に手拍子をすると必ずあるリズムを刻むのだという。手拍子のリズムはゆっくりと始まり、スピードを上げ、やがて終わりが来る。日本の伝統芸能が持つリズム、序波球。オディ、ジャポン、セラ、ジャポンエアテナ、ミュージコンディ、序波球、ジョコマンスモン、ハ、ディベラポン、キュセルトン、ビット。コマンセラントモン、ピティタプティ、エキステ、エ、クリマックス、エセフィニ。ドンク、エチュディセ、セロジック、メ、セノトゴ、ビキセコンサ。アロ、ドンク、ポー、コメディアン、on doit jouer la vie de humain. Totalité jusqu'au où c'est commencement et d'où changer développement. Et comment on peut arriver climax et comment on peut finir. Donc vous pouvez diviser trois. À ce moment-là, tous les textes deviennent.序波球を意識した体の動き。序波球の3つのリズムは自然や人間の中にもあり、それを感じることで心地よい生き生きとした芝居が生まれる。ディベロペルテンポスコーナフェダンTan, tan, 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 tan,
C'est pas mal, hein? 序波球は演技だけにとどまらない。だから一生も序波球があって、僕はもう序波は来て満足な一球で、一番最後のどうやって終われるか、終わりは大切だから、終わり方が難しいけども。小井田が初めて海外に出たのは1968年、34歳の時。偶然にも演劇界の巨匠ピーター・ブルックのロンドンでの舞台に立つことになった。2年後、拠点をパリに移し、ブルックが設立した国際演劇研究センターに参加した。初めてやらされたのが即興劇。即興劇って僕は日本でやったことなくて、値打ちのない、何やっていいか分からない駆け出しみたいなことになってる。で、それからやるなって言われた。そうすると何やっていかないかな、まるで大海、大きな海、太平洋に追っ放れたみたいで、だから精神的にはその時に漂流が始まって、つまりこうであらねばならないってことが全然分かんなくて、今までのあったのは道だと思ってたけども、その道もなくなると、何をやっていいか分からない。演劇の研究のため、さまざまな国を旅する小井田の俳優漂流が始まった。Bah, je trouve que l'originalité de Yoshi Oida vient du fait qu'il est profondément japonais, mais en même temps, il a eu besoin de découvrir une autre culture. Un acteur original, inédit, mais qui en même temps a une conception de vie, un rapport extrêmement profond et authentique à l'art du théâtre. 日本を離れる時、小井田はある人物から手紙と選別を受け取っている。三島由紀夫先生がお亡くなりになる4ヶ月前に、僕が日本からこっちへ来る時に、手紙と、それからお選別と、からこのジンベエさんとをくださったんですよ。そしてその手紙というのは、これが ここだけあったんですけども、書いた内容は英共、つまり英国の首都ロンドンにおいても、このジンベエを着用して、つまりこのジンベエを着用して髪型風日本精神を忘れることなかれ、小井田君、三島由紀夫。小井田が三島と出会ったのは1955年、文学座に入団した時のこと。当時すでに有名作家だった三島は演劇にも入れ込み、文学座に在籍していた。小井田と三島の間には10年に及ぶ交流があった。で、髪型風って書いてあるのは、三島先生と三島先生の奥さんが、お前さんの顔は髪型の贅禄の顔をしてる。髪型の贅禄っていうのは、いわゆる関東人が関西人を軽蔑して言う言葉で、だから奥さんが後で言うには、
その選別とこの人病を渡す時に、お前筆と紙持ってこいって言って、彼が書いて、これでギラギラ笑いながら髪型ふって書かれたそうです。これが遺言書であったとか、僕は本当に鈍くてそう思わなかったんで、お亡くなりになる前にもう一度会えるんじゃないかと思ったけど、結局それが最後に、でその最後に仏典ごちそうになって、最後に奥さんからこの手紙と甚平さんを持ってきてを頂戴した時に、これが片身だとは思わなかった、僕のバカさ加減。三島が世界へ出ていく老いだに託した言葉、日本精神を忘れることなかれ。僕はそこからなんか精神的に託されたとは意識の上では思ってないけれども、無意識のうちには何か受け継いだのかも分かんないけれども、だけど僕は先生のようにあんなに立派な仕事したわけでもないし、からうまく託したのかもしれないけど、僕はうまくそれを受け取ってなかったのかも分かります。でもね、これは44年間大切にしてきた甚平、久しぶりに袖を通してもらった。やっぱり大事に取った方がいいんじゃないかと思って。パリに来てた時にやっぱ来たんですか、最初にこのもらった時に。そう、いろんな人間生きてるといろんなことがあって、嬉しいこととかありがたいこととか、そういうのがいっぱいあって。